昼間人口は、常住人口に他の地域から通勤してくる人口を足し、さらに他の地域へ通勤する人口を引いたものである。昼間人口に対して、常住人口のことを夜間人口という。日本の国勢調査では通勤、通学先を集計した結果により算出される。昼間人口には夜間に勤務や通学する人も含み、昼間の買い物客などは含まない。 都心部では昼間人口の方が多くなり、ベッドタウンでは夜間人口の方が多くなる。昼間人口が夜間人口の2倍以上になる地域は日本で、市区町村別に見たとしても10程度と少ないが、東京都千代田区のように昼間人口が夜間人口の10倍以上になる極端な例もある。夜間人口を100とした場合の昼間人口の指数を中夜間人口比率と呼び、 昼間人口と夜間人口の関係を表す指標として使われる。2015年の各地の昼間人口の一覧を示す。表の項目名は下記の通り。政令指定都市及び東京都特別区部を昼間人口の多い順に並べる。2015年の国勢調査、2018年の JR 東海及び2020年1月の東京空港局の 資料による1日平均の東京都への流入人口は下記の通りである。都道府県を昼間人口の多い順に並べる。人口の単位は万人として少数点第2位を死者五入している。アメリカ合衆国も国勢調査に基づいて昼間人口を推定している。アメリカの2000年における都市の昼間人口上位20。アメリカの2000年における州の昼間人口。 2010年2005年2000年時系列2010年2000年。ありがとうございます。